おはようございます、こんばんは、バディオです。今日はこいつスカイロスの解説をしていきたいと思います。スカイロスは搭載する伝説のパイロットの種類によってビーコン型、攻撃参加型の2種類があります。自分のやりたいことによって戦い方やセットアップが全く違うので、間違えないように強化していきましょう。今日の解説はビーコン型スカイロスです。早速見ていきましょう。まずは巣の基本性能です。マーク3のカンスト状態で体力は 209,900、 速度は 66km、 イージスシールドは 79,570 です。このイージスシールドは改良型で、タイフォンのように体にまとわりつくタイプのイージスシールドです。続いてアビリティです。アビリティの正式名称はメタモリフォシスと言いますが、長く舌を噛みそうなので誰も覚えていません。要は団子の状態で硬くなっているのか、団子状態を解除して攻撃できる状態になっているのかを切り替えるアビリティなので、団子状態もしくは展開状態という状態の名前で呼ぶことにします。この団子状態では防御ポイント570を獲得し、敵からのダメージを 85% カットします。ここで注意しなければいけないのは、防御ポイントによるダメージカットというところです。先日解説したセラフのダメージブロックとは違い、タイタン武器のような防御緩和がついている武器で攻撃されるとダメージが貫通します。また毒、爆発などの防御ポイントを無視する攻撃も貫通するので注意ください。このアビリティの説明画面には書かれておりませんけれども、アビリティの切り替えに要するクール時間が存在します。これは3秒間クール時間が必要なので注意ください。続いての解説は伝説のパイロットです。ビーコン型スカイロスに搭載するのはこの子、タナトスくんです。タナトスの専用スキルはこちら、防御緩和攻撃を無視するスキルです。タイタン武器のような防御緩和がついている攻撃の防御緩和だけを無視する機能です。タイタンのアルファ武器はカンスト状態で防御緩和 100%、 ベータ武器は防御緩和 75% の性能を持っていますので、かなりのダメージが貫通します。団子状態で防御ポイント570を持っていても、タイタンのアルファ武器攻撃は 100% 被弾しますが、タナトスを搭載していれば 85% ものダメージカットされるので 15% しか被弾しません。団子状態を維持すればかなりの硬さで敵の攻撃を耐えることができることになります。注意点は、タナトス搭載であっても爆発や毒のような攻撃はダメージが入りますので油断しないことです。この性能を生かしてビーコンの上に座り、敵のヘイトを買いながら味方へのヘイトを減らし貢献するというのがビーコン型スカイロスの戦い方です。戦い方の詳細は後ほど戦闘画面を見ながら解説していきます。ビーコン型スカイロスはビーコンへの到達速度、敵からの攻撃を耐える体力が重要なので、タナトスの他のスキルは速度、体力を中心に構成します。私はアーマーエキスパートで体力を増やし、ロードホック、スパイ、そしてスカウトで速度をかさ上げしています。またメカニック、ワンダーワーカーを使って修復性能を追加しています。残りはドジャーを入れてアクティブモジュールの回転率を上げています。最後に豆知識なのですが、こちら下の方に書いてあるんですけれども、タナトスはミスターイカルスと呼んでほしいのに、ミス火星コンテストで優勝するなどジェンダーなのかもしれません。続いての解説は搭載武器です。ビーコン型スカイロスと相性の良いのは、
竹爆ショットガン、マース、ハマー、カジェルです。ビーコン型スカイロスは展開すると攻撃をもろに食らいますので、展開せずに我慢するのが基本的な動作です。攻撃をしないので最悪武器がなくても構いません。ところがあまりに硬い性能のため、敵もタナトススカイロスを無視することが割とあります。結局ビーコンランナー同士の敵のスカイロスと一騎打ちになることが多く、この時に竹爆であれば敵のスカイロスにダメージを与えることができますので、竹爆武器をおすすめします。たまに遠距離武器をセットアップしている方がいますが、ビーコン型スカイロスは敵のヘイトを買うことが目的なので、ビーコンの上にいることが重要で、遠距離武器では役目を果たせません。せめて近距離武器をセットアップしましょう。続いては搭載モジュールの解説です。ビーコン型スカイロスは敵の攻撃を耐える必要がありますので、体力系のモジュールがセットアップの中心となります。私の場合、敵の攻撃を耐える性格上、リペアアンプを搭載しています。リペアアンプの2個積みでも良いと思っています。ただ私の場合はビーコンへの到達速度も重視していますので、ニトロで速くなり、アンコンで足止めを予防しています。ビーコンランナーとしても使う方はアンコンは必須と思った方が良いでしょう。最後にアクティブモジュールはリペア系を選択します。いくら硬いとはいえ、攻撃を受ければダメージは入りますので、リペア系は必須となります。続いてドローンの解説です。ビーコン型スカイロスに相性が良いドローンとは、ドローン自身が自動でアビリティを発動するもの、ひし形のスロットがあるもの、欲を言えば丸型のスロットルがあるものです。そして最も相性が良いのがこちら、ホワイトアウト、通称目玉ドローンです。目玉の固有アビリティはこちら EMP です。スカイロスが攻撃しなくとも周囲に敵がいた場合、自動で発動します。スカイロスは敵陣のど真ん中で居座るときに味方のケプリが近くにいることが多く、ケプリのドローンはビークやナブラが多いため、ケプリ自身で EMP を発動することができません。しかしケプリが攻撃するときに敵のアビリティを阻害することは大きな支援となります。ひし形チップにはこちらオンマイルドダメージフィックスをチョイスします。ビーコン型スカイロスは敵陣のど真ん中で居座るため、こちらの発動条件であります5秒間に7万ダメージはすぐに条件を満たし、体力をすぐに 18% 回復します。これが2機搭載されているので合計で 36% 回復し、5秒間隔で発動するため長く存在できるようになります。ナブラにもダメージを受けると回復するこちらオンハイダメージフィックスという固有スキルがありますが、こちらの発動条件は3秒間で10万ダメージと高く発動しないかもしれません。またナブラにはこちら F タイプのソケットがありますが、団子状態でいれば硬いためシールドの必要性が低く、無駄になる部分が多いのがナブラをおすすめしない理由です。最後は四角のスロットルですが、私はこちらオンリペアユニットを入れています。団子状態で硬くなっていれば、このオンリペアユニットを2つ入れて防御ポイント160を追加してもさほどダメージカットの数値は増えません。従いまして四角のチップには好きなものを入れて構わないと思っています。ドローンの解説は以上となります。続いて母艦の解説です。ビーコン型スカイロスは攻撃をほとんどしないため母艦ゲージがたまりません。このビーコン型スカイロスのために母艦を選択するということはありませんので、他の機体の補助に合う母艦を選びましょう。ちなみに私はノースライトを使用しています。
それでは戦い方の解説です。映像を見ながら戦い方について解説していきます。戦い方の基本はむやみに展開しない、 B 子に座ってヘイトを買う、押し出しを使う、敵の気をそらす、この4つです。むやみに展開しないとは、団子状態で硬い特性を生かすことが重要なので戦いに参加しないということです。我慢しきれずに攻撃に参加する人がいますが、攻撃に参加したいのであれば攻撃参加型のスカイロスを作るべきです。 B 校に座ってヘイトを買う、押し出しを使うについては動画で説明します。最後の敵の気をそらすとは、スカイロスの強化が不十分な場合に有効な手で、敵陣のど真ん中に居座るわけではないけれど、いつでもビーコンを踏めるぞという位置に隠れている状態のことです。ビーコン意識が高い敵ほど動きが抑制されるので効果があります。それでは映像を見ながら、ビーコンに座ってヘイトを買う、押し出しを使うについて解説していきましょう。はい、それではですね、ビーコン型スカイロスの、戦闘シーンを見ていきたいと思います。通常ビーコン型スカイロスはですね、戦いの後半に、ビーコンを維持するために、投入することが多いのですが、今回のような春場所のように広域マップで、ビーコンが遠い場合、遠いビーコンを抑えるために、スカイロスの速度を生かすということで、初手に使うことは十分考えられます。でですね、ここでですね、私、ビーコン維持してるんですけど、味方のスカイロスが攻撃をしたかために展開して柔らかいところを突かれて、一気に、崩れて落ちてしまいました。なので、このような使い方ではなくて、ビーコン型スカイロスはその硬さを生かしてビーコンの上に居座る、これに徹底した、戦い方をするべきです。今ちょっと私展開をしてますけど、これヘイトが私の方に向いてないので、そのチャンスを一回こう狙ってですね展開しているので、決して進められるような戦い方ではありません。基本的には、展開せずにこの場所に居座る、これが、ビーコン型スカイロスの基本的な戦い方となります。それではですね、ビーコン型スカイロスの基本的な戦い方、押し出しについて説明いたします。今自陣の中央にですね、パンチャーベヒーモスが湧いていました。これをビーコン型スカイロスで味方の射線の中心に押し出すことによって、味方の集中攻撃を受けていただきます。そうすることで難敵であるパンチャーベヒも、四方八方からの攻撃にさらされて落ちていく、こういうような支援の仕方をするのが押し出しによる戦い方です。この押し出しですけれども、タイタンに対しては横から押すと意外と押せますが、正面だとすり抜けます。また押し出しがしやすい敵としにくい敵がいて、ベヒーモス、フェンリルは特に押しやすい機体なので積極的に押していきましょう。いかがだったでしょうか。今日解説したのはビーコン型スカイロスです。次回は攻撃参加型スカイロスの解説をしたいと思っています。長いお時間ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。